キャロライナ、リーパー、元の名を、HP22 バイトは、四年ダ種という唐辛子の品種である。赤くて、コブがありゴツゴツした鞘で、大釜のような尾がついている。キャロライナリーパーは、ホートミルにある、パッカーバットペッパーカンパニーの経営者である、スモーキン、エドカリーによって、サウスカロライナ州のロックヒルの温室で育てられ、2013年8月7日より、 ギネス世界記録によって世界一辛い唐辛子に認定された。元々の後輩種はゴーストペッパーとレッドハバネロのもので、王の形からリーパーと名付けられた。サウスカロライナ州にあるウィンスロップ大学によって行われたテストによると、公式の世界記録の辛さレベルは1569,300スコビル値である。この値は一束の唐辛子をテストした平均値で、 最も辛い単体の唐辛子は220万種と測定された。2014年3月30日に行われた第2回ニューヨーク式ホットソースエキスポでギネス世界記録側はエドカリーに世界記録を贈呈した。そこで大食い競争も行われ新ギネス記録の12.23秒で3個のキャロライナリーパーを食べたラセントットが優勝した。 この記録は10.95秒で3個のキャロライナ、ディーパーを食べ尽くしたジェイソン・マクナブによって塗り替えられた。2016年4月24日に、ブルックリンで行われた、ニューヨークシティホットソースエキスポのスモーキニード会社、主催のキャロライナ・ディーパーを食い競争で、クイーンズ区のジャマイカ地区出身、ウェイン・アルゲニオは1分間に22個のキャロライナ、ディーパーを食べて、世界記録を破った。 2015年1月より、キャロライナリーパーを使用した、トルティーヤチップスがパキシャにより発売された。2013年現在、ギネス世界記録で世界で最も辛い唐辛子に認定されており、それまで記録を保持していた、トリニダード・スコーピオン・ブッチ・テイラーより辛いと認定された。しかしながら、その後、キャロライナリーパーより辛いとされる唐辛子ドラゴンズ・ブレスが開発されている。 また、キャロライナリーパーを交配して作ったキャロライナリーパーの約2倍のスコビルチ318万を誇るペッパー X も作られている。2018年に報告された事故例としてアメリカで開催された大食い大会でキャロライナリーパーを食べた男性が脳血管連縮を起こして倒れ病院の集中治療室で手当てを受けた事例がある。なお、脳血管の連縮は 反逆性であり、男性は、その後回復している。他の品種においても同様であるが、素手で触ると危険な上、成分が揮発して、喉や目を痛めるため扱い時は、ゴム手袋をして防護マスクをするなど完全防備をする、ことが望ましい。ありがとうございます。